こんにちは、アルペンマウンテンズ練馬関町店の吉田です。本日はキャンプで本格コーヒーが楽しめるフィールドバリスタシリーズのご紹介をさせていただきます。まず最初にご紹介する商品、こちらのフィールドバリスタケトル、こちら満水容量が 1.3 リットル、そして適正容量1リットルとなっております。だいたいコーヒー4から5杯ぐらいは入れれるような仕様になっております。こちらのこじんまりとしたデザインがめちゃめちゃ可愛くって、この木の部分めっちゃ可愛いっすよね。この商品なんですけど、もちろんコーヒーを注ぐために設計されているので、かなり注ぐときこのように細く注ぐことが可能です。ただ夜湯たんぽ作りたいときとかあるじゃないですか。そういうときに普段の口が細いようなケトルだとできないような、こういった勢いよく出す、こういうこともできますので、かなりケトルとしても優秀なものになっております。そしてこのケトル注ぐときに結構皆さん手で押さえられると思うんですけど、割と傾けても落ちないようになっております。こんくらいまでいけちゃいますね。ここですね、カチッとはまるようになっているんで取るときは楽なんですけど、傾けても割と落ちないような設計になってます。なので結構皆さんここ押さえますけど、そういうのがしなくてもいいっていうのがフィールドバリスタケトルのめちゃめちゃいいポイントになっております。ではお次に紹介する商品、こちらのフィールドバリスタミルになります。こちら先ほどと同じ天然木の素材が使われております。そして最大の特徴ですね、折りたたんで持ち運ぶことができるので、かなり収納サイズコンパクトになっております。このミルなんですけど、一番先にこういったネジがついてます。ここを調節してあげることで引き目を細かくすることや粗くすることができるので、エスプレッソだったりいろんなコーヒーの種類を楽しんでいただくことが可能です。でここのちょっと回る先の持ち手が、これがかなり引き心地がいいんですよね。そしてここに一切バリがないんですよね。かなり綺麗に作られているので、スポット一切バリがなく入ります。次に紹介する商品はこちらのフィールドバリスタドリッパーになります。このような円錐型のフィルターを使ってほしいんですけど、ここを一旦この節を折るだけでストレスなくフィットしてくれます。このドリッパーの最大の特徴なんですけど、めちゃめちゃ薄く携帯することができます。この3つもこのように重ねて、かなり収納サイズコンパクトになってます。フィールドバリスタシリーズはやっぱ外で使うってことだけあって、携帯性にすごい優れた商品になっております。でこれらのフィールドバリスタシリーズなんですけど、全てにこのような白い収納袋がついております。これがめちゃめちゃ可愛いんですよね。で商品戻るんですけど、このフィールドバリスタドリッパー、ここの持ち手を外すことができるんですよ。これネジをひねってもらって、ここの脱着が可能です。そしてこのケトルの中に取っ手を収納することは可能です。そしてこのフィールドバリスタシリーズ最大の特徴なんですけど、全てをこのケトルの収納袋にしまうことが可能です。フィールドバリスタミルがこの中に入っちゃうんですよ。そして蓋を閉めて収納することが可能です。収納袋にケトルを入れてもらいます。でさらにこちらのドリッパーですね、ドリッパーがこちらの横の袋にケトルに沿わせるようにドリッパーを収納することが可能です。この巾着袋一つでケトル、ミル、ドリッパー全て持っていけます。まだここに余裕がかなりあるので、フィルターなど入れていただいてもいいと思います。ではお次に紹介する商品がこちらのケトルナンバーワンという商品になります。こちらフィールドバリスタシリーズではなく、普通にチキンラーメンを作ったりそういった用途にすごく向いてるんですけど、これコーヒーのサーバーとしてめちゃめちゃ役立ちます。これフィールドバリスタドリッパー、こちらなんとシンデレラフィットするんですよね。そしてこれ何がいいって、例えば焚き火の横でコーヒーやりたいなってなった時に、普通のサーバーだとすすが入っちゃうんですよね。それを
この蓋閉じておくことで常に中が綺麗なコーヒーを飲むことができます。そしてこれ火にかけることができるので、バーナーで冷めたコーヒー温めてもらったり、冬薪ストーブだったり灯油ストーブやる方は常に上に乗っけ取ってもらう。そうするだけでコーヒーの香りすごいしますし、常にあったかいコーヒーが飲めるので、ぜひコーヒーのサーバーとして使っていただきたい一品になっております。では実際にフィールドバリスタシリーズでコーヒーを入れていきたいと思います。では今から 500cc コーヒーを抽出していきたいと思います。だいたいこちらのケトルナンバーワンの軸部分が真ん中になっているんで、だいたいここが 500cc ぐらいです。まあ厳密にちゃんと測りたいっていう人は測りを用意した方がいいんですけど、まあ今回はなしでやっていきます。そして測る手でこちらですね、測ったコーヒー豆を入れて引いていきます。引き終わりましたので、こちらの豆を入れていきます。まあ入れていただいて、でドリッパー自体ちょっと揺すってあげて豆を平らにしてあげてください。お湯の温度はだいたい90度ぐらい、88度から90度ぐらいで入れていただくと、まあ、一番一般的かなと思います。ではお湯を注いでいきます。まずは蒸らしの段階ですね。豆全体にお湯が行き渡るように、中心から外側に沿うようにお湯を入れてあげます。お湯が豆全体に行き渡ったら30秒間ぐらいですね、蒸らしの時間入っていただきます。ではここからお湯を注いでいきます。で本当にコーヒーの入れ方には人それぞれやり方があるんで一概には言えないんですけど、このくらいに真ん中に最初落としてあげてですね、豆を膨らませていってあげます。真ん中にのの字を書くようにお湯を落としていってあげます。でこの時に結構外側に豆がドーナツ状に広がってくると思います。ここは崩さないように、崩さないように真ん中をめがけてお湯を入れていってください。この上に今出ている泡ですね、これがアクになるんで、これを落とさないように落とさないように入れていくっていうイメージです。でお湯はもう途切れさせずにしばらく入れるんですけど、入れたい容量の半分ぐらいまで来たら一度お湯を止めてあげます。でちょっとだけこのように落としてあげるんですけど、この泡がアクなんでこれは落ちきらないうちにもう一度注ぎます。2度目はちょっとお湯の勢い上げてあげてください。これで一気に抽出していきます。で今ここ押さえてないですよね。この角度まで傾けてもここ触らなくていいんでストレスフリーでいいですね。でこれもアクが落ちきらないうちに上げたいんで、だいたい今ケトルの半分ぐらいまで落ちてきたんで、ここでドリッパーを上げてあげて、これでコーヒーの完成です。では富士山の前で入れたコーヒーいただきます。めちゃめちゃうまいです。柏店の畑谷くんにも感想を聞いてみたいと思います。ではいただきます。これはこのロケーションでとてもいいコーヒー、最高です。いただきます。とても飲みやすい、最高。本当に雑味がなくて美味しいです。インスタントで入れるコーヒーもちろんいいんですけど、キャンプでいっぱい時間がある中でこのような手で引いてお家ではあんまできない手間をちょっとかけてあげるっていうのもキャンプの醍醐味になってくると思いますので、もしよければこのセットで揃えてみてはいかがでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございます。もしよければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。ほなまたねー。